今日はですね、あの靴のポリウレタンを使ってるソールの劣化によってあの山歩いてて靴底剥がれちゃうっていうことが、起こりうるんですけれども、そのご家庭でできるテストの方法ですね、それをお話ししようかと思います。買ってから3年とか5年とか経ったぐらいの靴っていうのは、ポリウレタンという素材が使われている靴に関してはソール剥がれの可能性があります。で、山で剥がれるんだったら山で出かける前の日とかにテストしてお家で剥がれてもらった方が安全だと思いますので、ぜひあのこの方法を試してみてください。まず靴をですね、床に置いていただいて、ちょっとこれテーブルなんですよ、床に置いていただいて、でまず片手を靴底にかけます。でもう片手を靴の方にかけていただいて、でこう引き裂くような動きって言ったんですかね、グッと体重かけてみてください。本当にダメになってるやつだとこれでドカッと剥がれてしまいます。でこれで剥がれなかった場合、もう一つの方法があります。カレースプーンですね、これの握る方を靴底と靴の間の、そのポリウレタンの部分に当てて軽く体重かけてください。ダメになっていればこれがぐさっと刺さります。で思いっきり体重かけちゃうと大丈夫なソールでも穴が開いてしまいますので、これは軽く、あくまで軽く体重をかけるというような感じでテストしてみてください。これで大丈夫であれば履いていただいてもおそらく大丈夫かと思います。一応念のために剥がれても大丈夫なようにぐるぐる巻きにできるテープであったりとか、紐であったりとかはお持ちになった方が、よろしいかと思います。以上です。